はい、今日も超幸せの杖占いやっていきましょう。守護天使様、見守っていてください。さあ、テリーか。テリーは厳しいな。三ゲームテリーだ、強い。高校が嬉しいが。よし。これで少しだけちょっと、なんとかなるって感じだね。俺のターンだ。レンガを生かすためにもマーブルが次出しちゃった方だな。なんか出してきたら、なんか出してきたら、これ。ビルドか。なんとかなりそうな気がするな。でも、奇跡の3型だったらちょっとやばいな。どこに置くかは問題だな。前にするか。奇跡型だとやばいです。俺のターンだ。ビルダージュを立てるぐらいだったらまあなんとかなるかな。ああ違うか。これだと、それもまた問題なんだよな。めんどくさいな。で次武器が入るから、次奇跡が手に入るってことか。でこれを倒すかどうか選択を求められている。これは倒さない方がいいというパターンだな。トンネラで行くか。奇跡で回復しちゃうしな。どうしますかね、これ。奇跡で回復するし、これがやられてしまうという事実。しかもこいつ一番めんどくせえやつが出てきたな、よく考えると。やってやるぜ。ここまで連打までにね、何体か並べられて生きていればという感じなんだけど。一応この巻き場は無駄になったからいいよいとして、こいつがめんどくさいんだよな。どうするかこれ。これをやっつけてる余裕があるか。相手は回ってないから、コスト1のドラゴンユニット 1-1 だろうな。でも2点使ってしまうのちょっと厳しいんだよな。あ、しかも今、回しちゃったから倒せはしっかり。1だと2、3は出てこないよな。倒しておいた方がいいか。1、2ぐらいでしょ。そうだね。まあ、出たとしてもそんなぐらいでしょう。いやー、でもこれ、未来がないな。奇跡で。未来がない。しかも次はあれが来るのか。これか。これも来るからな。破壊と創造が来るからな。スーパーカー来ちゃう。お得だね。あ、でも奇跡の剣を伸ばすやつがなかった。なかったから引いてきた。じゃあ殴らないでしょ、これ。殴ると奇跡の剣は割れちゃうから殴らない。だったらワンチャンあるかな。足を曲げられると、これは少しチャンスがあるな。殴るか殴らないかちょっと考えちゃう。ああ、そういう手があったか。お、でも奇跡の剣がなくなった。これはちょっと嬉しい。でもなくなった。
デンダで行くのがいいかな。デンダ行くならこっちか。スーパーカーが打ちづらい。さあ奇跡はなくなったが、やってやるぜ。稲妻、イカズチの剣かなんかあるか。3点プラスなんか、ああ、やっぱりそれ来た。これ外れれば、我にチャンスあり。外れろ。よし。外れた。さあ、どうするかだ、これ。プラバに。しかし前に、ちょっと困るな、これは。注目と一斉に殴られてしまうからな。難しいな、これ。勝負するか。回して勝負するか。なんか出るのを期待するかだな。めっちゃ殴り行くか。地獄とかめんどくさいんだけどな。急がなきゃ。やばい、時間がない。この辺でどうだ。見せてやるぜ。さあこの辺でどうだ。割と苦しいと思うが、覚悟して。ああ奇跡があったか。しかしどっちを殴るかは、うわー、あ、外れた。よしそれは嬉しい。外れた。そう殴ると別にお前は得しないぞ。テンション上げても損をするという。さてどうするかな。これ14。ディスボールではない。ラバに行くか。あれが出ることを期待して後ろで行こうか。前で行こうか。すべきかどうかわからない。どうだ。さあどうなる。あと4点なら回復しても3点だろ。7点なら回してブラボにでいけそうな。ああだったらこれ使っといた方がよかったかな。フェイスボール1回で待つっていう手もあるしな。メリガンから間に合うか。一番クラバのところに行ったが、しかしこれが倒せないと今6点しかない。マートファルコ、ああなるほど。しかし僕はこれでもう終わりじゃないですか。弱かったですねあなた。ちょっと
残念だが死んでもらいましょう。はい。強いやつがいた。その幸せを使うまでもなかった。生きてるよ。まあ大したことなかったということで。いやー、もう一回やりたいとこなんだけどね。なんかこう、勝率調子がいいからこう、やめたい。やめたい。このまま、キープしていたい。もう一回やると負けそうだが、もう一回行くか。今、ローも出なかったし、超幸せも出なかったから、ちょっとランダム要素がなかったけど、まあ、プレイング的には問題なしと。こいつは盗み買いがありそうだぜ。さあ、盗み買いがありそうなパターン、これは悪くないね。トンネル隠れも悪くない。私のターンね。まだテンション上げて、オフィスホールも悪くない。連携がいっぱい出てくるのは良いことだ。相手かな、まあ、上げるってことはエマか。とりあえずトンネルは置くけど、なんかすぐ潰されそうな気がするな。ディスカード型か。コマリングだな、これは。あっちっちっち。トンネルに耐えられればいいけど、なんか変なやつが出てくるとちょっと困る。もう先に殴ってしまう。たくさんドローしたいからってことだ。で、3の5、4が出てくるとやばいんだよな、これ。マムーまで耐えられるかどうか。やばい、これ使ってないから速攻が打てないね。ブラバリの速攻が打てないから一回フェイスボールで耐えてって感じだな。これは殴らないと苦しい感じ。ああ、ブラレがいる。うわあ、ずるい。ブラレはきついな。一回フェイスボールで耐えるしかないね、これは。よし、頑張るよ。場所こっちの方がいいのかな。とりあえずこのターンを耐えて、次ブラバニでこの辺、この辺とこの辺をやっつけてみたいな感じか。あんま食らわんでしょ、これ。たくさん出てくるの困るな。お父様、ここはどこでしょうか。なるほど、たくさん引きたい感じか。で、どうして何かにつなげるという感じか。苦しいね。虫が超幸せにワンチャンあるんだが、今は幸せではない気がする。これ叩いて。ここも1マイナスだから一応耐えられるのか。割といいかもしれんな、これ。マイナス1だから、その後一気にいじめに行くっていう手が、もしかするといいのかもしれない。難しいな。急がなきゃ。倒しておくか。さすがに邪魔だな。どう攻めるか。どうから超幸せでもいいし。これ来るよね。来るけど、このグレムマムーでなんとかなる。
足は。一体はまあなんとかなるんだけどね。それ以外をどうするか。これは効かない。ほとんど効かない。いよいよ。次はどうするんだっけ。ラムー使っても。寸胴体使わなくていけるってことは使わない方がいいのか、これ。まあ、マムでなんとかするしかないやな。後に全部置いといてよかったね、これ。一応耐えていくから。調子合わせまで繋がればいいんだけど、そうはいかないんだな。難しいところに。でっかいの出てきたら今度は。あー、それはちょっとよろしくないね。あんまり俺を怒らせるなよ。エマから来るんか。めんどくさいな。幼馴染のあなたと戦うなんて。ほら、まさかあれが出せる。これで頑張って。うわー、スノーウェーブ来た。厳しいね、この流れは厳しいね。ベビーの流れがいいだけに。いやー、一回ローにするか、これ。バカ、いやー、つらい、つらい。調子合わせを使えと出ている。使うとしたら、ロー、違う、まずこれを出して。弱いな。弱いけど。これ叩いて勝負なるか。1、2、3、4、5、6点食らって、7点食らって、さらにエマが残る。しかし倒さないと。なぜ勇者に我が力を貸しならんだろうな。これで耐えられるかどうかだな。倒される分には問題ないんだが、こう体力詰められる方がきついかな。心眼一線とかきついな。全員で倒しに来てくれればそれはまだマシなんだけど、そうはいかないな。潰してて虫かな、虫かな、どうかな。無視しますか。ポイックリン、めんどくさ。ゴミ、あ、だブラバニー以外、ブラバニー以外お願いしますから。ブラバニー以外、フラバニー以外、枯れ草は別にいい。バババが来るとすげえ最高なんだけどな。倒しに行かざるを得ない。全員死んで倒しに来てくれるのが一番嬉しい。これで頑張って。いいもんあるの。くそ、もう時間がね。もうベビープラスカイロさんともあるんか。強い、これは強い。いや、完璧な流れだな。8あるからこれ出して、まあ厳しいが仕方ない。
かな。できるほど急がなきゃ。まあまあだな。まあまあだ。頑張った。さてと、ローから何かできるか、このターン耐えられるかどうかな。ああ、でもそろそろ、あれがもう来ちゃうか。なんだっけ。ヒドラが来ちゃう。ああ、ぶられつねんだよ。なんで向こう、高校なんだよ。カイロスハンド。わあ、終わり？もしかすると。で、あと、先生いれば。ああ、ぶられが強すぎだな。あとは、速攻がいると負け。ない。ないならワンチャンあるぞ。ある。仕方なくフィームしだす。ああ、これもうバババしかない。バババしかないんだけど、もう1点しかないからな。結局終わりか。けだもんじゃないんだよな。もう、ロー様にかけるしかない。愛する孫と力を合わせれば怖いものなしじゃ。お主も欲しがりじゃの。バギマ。バギマ素晴らしいな。しかしこれが死なないのかな。バギマは3点ダメージでかいな。なんとかなんか。急がなきゃ。耐えた耐えた。油断しちゃったかしら。しかしヒドラがいたら終わりと。まあでも耐えたからこれは面白かったな。もう終わりか。アサシンアタック。ヒドラいるよね。そうだよね。惜しかったな。もうちょいだったな。ワンちゃん。いやー粘った。戦うのは専門外だし仕方ないか。なかなかいいやつに変身して割と粘ったけどね。いやー向こううまかったな。カイロサントがいいところでちょうど2枚あって、ホイックリンは悪くなかったんだけどな。ババババが出てほしかったな。惜しかった。全処理までいけるとは思わなかったけど、もうちょいだった。すいません。